候補生の堤かりんです。今回加入してから初めて参加するツアーになるんですけれども、そのツアーのタイトルがセンター争奪戦ということになっています。やっぱり加入してからまだ半年と少ししか経っていないので、やっぱり先輩たちと比べてダンスもそうですし、歌唱もまだまだスキルが未熟で、やはりこのセンターに立つっていうのはすごく不安も大きいところなんですけれども、やっぱりこういう機会はなかなかいただけるものではないので、不安もありつつもちゃんと自信を持って皆さんに自分を知っていただけるようにたくさん頑張っていけたらいいなと思っています。もしセンターになれたら、やっぱり今3カ年計画というのもやっておりまして、なのでそれに向けて少しでもあやかれをもっとたくさんの人に、そしてね、どんどん大きくしていけたらいいなと思っています。ぜひよろしくお願いします。